それでは1都3県の知事会議につきましては皆さんにもお聞きいただいた通りでありますけど、その前に会議がありましたので、そこについてもまずは合わせてご報告をさせていただきたいと思います。まずは第23回になりますけれども、埼玉県新型感染症専門家会議が本日は行われました。中身に関しましては、一つ目が現在の埼玉県の感染状況などについてご報告をし、これをどう評価するか、特に今残り2週間を切りましたけれども、3月の7日の緊急事態宣言延長期のですね、期限が終わるまでには2週間を切りましたが、これをどう見るかと、こういったことについてまずお伺いをいたしました。で、その中身につきましては、減少の、陽性者と新規陽性者等について減少しているけれども、減少率が緩やかになっていると。で、これはやはりその仮に緩和の方向に向かうとしても段階的にするべきである。あるいはまだこれからリバウンドをする、特にこれからワクチン接種へ医療機関人員が割かれることになるけれども、そこで下げ止まりのまま、例えば花見などの季節になって感染者が増えることになると大変なことになるので、ぜひ解除については慎重に検討していただきたい、こういった意見、専門家の意見が ほとんどというか、すぐに解除するべきとおっしゃった方はちなみにお一人もおられませんでした。で、次に高齢者対策としまして、高齢者福祉施設に対してこれまで埼玉県は5回にわたって緊急措置を講じてきましたけれども、今後、新たな措置として EMAT といってですね、いわゆる福祉関係の部局の人間が感染クラスターが発生したような施設に行ってオンラインでこれを認定看護師とつないでですね、具体的なアドバイスをいただく、こういったことを考えていますけれども、これについてのご意見をお伺いをしたところ、オンラインならではの、要するに普通は行って1日で長い時間でやるんですけれども、例えば 何日か入ってもらって1時間ずつ分けて、ここのところの改善はどうだとか、こういったことができるので、これもぜひ試みとしてとてもいいという話ではありましたけれども、まだ試みの段階なので、まずはやって広げていこうということ、から3点目として、広報医療機関、コロナ患者の方が入院をされてコロナ自体は警戒をした、もしくは感染の可能性がほぼないという中で、次の他の病院にこれを転院をさせる、それでも療養する必要がある、例えば基礎疾患があるとか、あるいは体力がなくなっているとか、そういった意味で後方の医療機関に転院をさせる時の状況をですね、県の方で、アンケートというかですね、調査をさせていただいて、後方の機関におけるそのご懸念とか、こういったものがどういったところがあるかということを報告をさせていただき、専門家のご意見をいただいたところ、受け入れ病院側の不安感は確かにあると。しかしながら例えばこれまで10日経過すれば転院ができるという退院基準ですけれども、これも国の基準も常に例外はあると、というのはもうこれはどんな病気もそうですけれども、特異なケースというのは例えばあるわけですけれども、そこのところを国の方では今特異なケースというものをよりきめ細かな基準というものを現在作っているところであります。例えばでありますけれども、免疫不全の方のような場合にはどうするかとか、そういったこともありますけれども、県としては現時点での知見、それからその過剰な例えば防備、こういったものが要するに医療用具ですね、こういったものがあまりにも過剰になっている状況もありますので、例えば吸引を、患者さんから吸引を行うときにはこういったものが必要だけども、通常の、改善した方が転院される場合には
まあ、特段の特別な防備は必要がない、防護は必要がない、こういったことについてしっかりと伝えていってほしいと、こういった話がありました。それから、うん、まあ、一応そういうところですかね。この4点、3点についてですか、ご意見をいただきました。から次に、この後で、この先ほど皆さんに見ていただいた1都3県の知事会議の直前ですけれども、西村担当大臣と一都三県知事でオンラインで会談を行わさせていただきました。で、形式といたしましては、一都三県の知事と西村大臣と、まあ、それぞれにご意見を言った上で、回答をいただくという、あるいはそのメッセージをもらうということでありましたけれども、西村大臣の方からは現状を強く懸念しているという発言がありました。もちろんこの緊急事態宣言は永遠に続くわけではなく、どこかで判断しなければいけないんですけれども、昨年の緊急事態宣言に至る直前には3月、4月のいわゆる年度末あるいは年度の頭のさまざまな行事があって、例えば歓送会だとか新入生の歓迎会だとか、あるいは花見だとか、こういったものがあって拡大をしたということを想起しながら、今後さまざまな形でまだまだ下がりきらずにですね、陽性の状況が下がりきらずに解除してしまった時には極めて深刻な事態になりかねないということが大臣の方からもあり、1都3県の知事としてもそれを共有するということで、危機感を共有するということで結論が出たところでありますが、いずれにしても1都3県は国とも協議をしながら一体となってこれを進めていくことが、そこでも合意をされるとともに、仮に緊急事態宣言が解除されるとしても、その後段階的に、つまり全てが解除されるのではなく段階的な解除になるという前提のもと、その段階における例えば時間短縮の要請だとか何らかの自粛の要請とかある場合にも、一都三県足並みを揃えると、そしてそれは国とも財政的な支援も含めて協議を進めていくと、こういったことが本日合意をされたところであります。私の方からは以上になります。よろしくお願いいたします。まず、確認なんですけれども、今回の専門家会議の意見にもありましたように、現時点で知事としては3月7日までの解除はできない、しないというご考えでよろしいでしょうか。まず第一に、まだ2週間弱の期間がございますので、もちろんその今日解除するとかそういったことも常に考えなければならないことだと私は思いますが、しかしながら現時点において明確に申し上げるのはられるのは、3月7日を前にした緊急事態の解除を要請するような状況には今の段階にはありません。それは理由としてはいくつかありますけれども、一つ目には感染者数が確かに減少してきていますが、それが鈍化をしていること、また発症日での陽性者数等を見てもこれが劇的に改善するような状況にはないこと、そして医療の提供体制、専門家の方々もありましたけれども、ワクチンの接種になるとそこにまた多大な医療機関の力が割かれていきます。こういった中で医療機関に対してさらなる負担をもたらすような状況にはないこと、そして4つ目には変異株、これに対する懸念、5つ目には先ほど大臣の発言にもありましたけれども、これからその春のさまざまな、まあ、会食というんでしょうか、人が集まるというんでしょうか、こういった機会が待ち受けている中で、仮にこれそういった中でですね、十分に下げきらずにそういったシーズンに突入してしまうとなれば、これまたすぐに皆さんに大変なお願いをしなきゃいけないということになりますので、そういったことは考えにくいということであります。なお我々の産業労働部でも試算をさせていただいて、で研究機関等からもさまざまなご提供いただいてますけれども、しっかりと陽性者数を下げないまま解除した場合と、あるいはそのある程度
しっかりと陽性者を減少させてから解除した場合の経済的な影響の比較にしてもしっかりと下げた方が最終的に経済にとってはプラスであると、そういったことも聞いておりますので、こういった専門家の知見に従いながら今後判断することにはなりますが、現時点では前倒しでの解除を検討する段階にはないというのが私どもの判断であります。医療提供体制のところで本日1都3県のウェブ会議でも示しされましたけれども、県内の病床使用率が 57.2% と、知事が 50% を超えるのは異常な事態だって以前もお話しされてましたが、このなぜ県内はいまだにその 57.2% という高い状況にあるのか、専門家の本日の専門家の意見も踏まえて知事としてどのように原因としてどういうことがあるのか教えてください。まず埼玉県の場合にはご存知の通り1都3県で見ていただいても東京に次ぐ病床の確保が行われています。そしてその中でも傾向として、これは全体全てじゃないですけど傾向として強いのは高齢者の方々が入院をされるとどうしても長期化をします。傾向が強いです。そうするとこれが積み重なっていって退院ができないと、つまり陽性者数は減ってるんだけども退院する数がどうしても減らないために、徐々にですけれども減少はしていますけれども、しっかりとした形で減っていないという、そういった状況になっているということが今の現状と分析ということになります。そこで対策として先ほど申し上げた通り高齢者対策、これまでもしっかりやってまいりましたけれども、これをしっかりやるということで今回やらせていただいて、また先ほどちょっと触れましたけれども転院先の病院やあるいはその転院をさせる方、転院元の病院も含めてそれぞれの病院に聞き取りを行わさせていただいて、何がそれを妨げているのかといったことについてお話を伺いました。ちなみに全体で転院12月から2月にかけて転院をしなければいけないケースというか、それが必要であるというふうに医療機関が判断をしたケースが総計で99例でありましたけれども、10日を超えてでしたっけ、10日を超えて、転院ができなかったケースは10例だけでありまして、約1割ができなかったということなので、そこについても実は基礎疾患等でですねどうしてもなかなか難しいとかってこういう話もございました。また受け入れ側病院、受け入れ、あるいは転院元病院でも何をすれば我々はより円滑な形で支援ができるか等のお話も今回伺って、これについても先ほど申し上げましたけれども高齢者転院対策として示させていただいたところであります。ただそんな中でも先ほど申し上げた一部についてはまだちょっと基準っていうんでしょうか、受け入れ側はどうしても決められた基準よりもより慎重になりがちであって、あるいは転院元の方はその基準に従って出したがる、こういったところもありますので、その辺についての意思疎通がより必要だといった、それが特に今日はテーマになって専門家会合では指摘を受けました。なんですが、その高齢者が入院期間が長期化する傾向が強いということで、それによって病床使用率が高止まりしているというお話なんですけれども、この方々っていうのはすでにもう感染力がないような状況なんだけれども、後方支援の転院できないからそこにとどまっているのか、まだその病状が改善していないっていう治療が必要ということでとどまっているのか、どちらにそのケースになりますか。感染力があるかないかっていうのは我々はすいません、分かりません。ただ国の基準に従えば高齢者であろうと何であろうと、その警戒してから10日後にはもう転院できるという話になっていますけれども、しかしながら先ほど申し上げた99人のうち、転院に要した日数でいうと10日以上が失礼17名であります。99名のうちの17名で0日から4日でだいたい半分の方が転院をしています。5日から9日でさらに14人、そして不明の方もおられますけれども、要するに17人以外の方々はほぼ1週間以内に転院をされているわけですけれども、そのうち転院できなかった理由というのが
高齢者で ADL の低下などで、できなかった方が10人、認知症の方が3人、その他の疾病が、特殊な疾病があって、例えばその透析とかですね、そういったものが特殊な、いわゆる受け入れ側と受け入れ元の条件がマッチしない。単なる普通の、なんていうの、病床ではなくて、透析をするためには他の患者さんに、透析患者さん抵抗力があってますから、それ用の病床がないとならないわけですけれども、そういったところが例えばないので、受け入れ側が、そうすると基準には合っていて、感染力が国の基準に従えばないはずなんだけれども、しかしながらそれはより慎重になってしまって、受け入れないといったケースが多かったというふうに聞いています。もう一点、今回の専門家会議の方で段階的に解除についてなのか段階的にするべきだという意見が出てたかと思うんですけれども、これは想定としては先ほど知事がおっしゃったように時間短縮を例えば今の8時になっているものを10時に少し緩やかにするとかそういったことを専門家から意見が出たということでよろしいですか。すみません、ちょっと整理しますね。解除は例えばそのどっかの段階でするんだと思います、緊急事態宣言を。ただ緊急事態宣言を解除したとしても全ての例えば自粛とかですね、こういったお願いが全て緩和というかそのなくなるわけではなくて、段階的な措置を踏むべきであろうと、こういう意味であります。最後にワクチンに関してなんですけれども、今その前回配分量が示されたにおっしゃってたように、想定よりも少ない状況で、スケジュール感が少し後ろ倒しになる可能性がある中で、どのようにその医療機関の負担を減らすためにはそのワクチンが取り始める時期とその解除する時期の間のその要請というか対応は必要になってくると思うんですけれども、いかに感染を広げないかというような要請が必要になると思うんですが、ここら辺について知事の考えはどのように考えていますか。感染拡大の防止のために我々はできる措置を全てやりたいというふうに思っておりますし、その中でも我々は戦術的な対応として以前から申し上げている通り、高齢者に対する対応として8回にわたって11月から緊急措置を広げてきました。これはこれからも続けます。というのはワクチンが多少これから増えようがですね、多少早くなろうが、これしばらくは、感染拡大の防止措置徹底的にやる必要があると思います。これ国民の皆様、県民の皆様にもぜひ申し上げておきたいんですけども、ワクチンが仮に高齢者に打たれる、あるいは一般の方に打たれるようになったとしても、しばらくはこれ、措置、我々が必要な措置は継続すると思います。例えばアメリカにおいて1日今150万人に、ワクチンを接種していますけれども、それでも陽性者数が減った数っていうのは半分になっただけです。イスラエルも同様です。つまりそれを人口比で直すと、日本でも1日50万人を打ったとしても、1日50万人打ったとしても、今2便で4万人ですからね、1日50万人打ったとしても半分にしかならない。残りの人に対しては感染防止と対策措置をしっかりと取るということは、これ継続しなきゃいけませんので、間の措置ではありません。ワクチンがある程度打たれることになっても続きます。間の措置ではずっと続きます、しばらくは。そこはぜひご理解をいただきたいと思いますし、ワクチンが来るから例えば国民民の皆様に基本的な感染予防措置をしなくていいということには絶対ならない、これだけは申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。幹事長から以上です。各質問お願いします。毎日新聞です。下がり方の感触を伺いたいのですけれども、前倒しの解除要請はないとして、3月7日に解除要請できるようなその下がり方をしていると知事は認識されていらっしゃいます。それとも厳しい状況だと、見ていらっしゃいますか。3月7日に解除をぜひしたいと思います。緊急事態宣言を一回更新してですね、多くの皆さんが3月7日過ぎて本当に自粛疲れしてらっしゃるので、ぜひしたいというふうに思っております。ただ状況が例えばそのリバウンドをしてしまうようなことが懸念されるような状況にこれからなってくれば、それはもしかすると可能性としてですよ、解除できないということもありえるので、
だからこそ実は今日1都3県でも合意をしましたけども、この7日までの間にできることを全てやりたい。県民の皆様には大変恐縮ですけれども、この間にしっかり下げることによって解除をしましょうというふうにぜひ申し上げたいと思っています。なお現時点の数値でいうと、徐々に、陽性者数の減少の割合は減ってきています。減少の割合が減ってきていると、つまり緩やかになっているのでしょうか。したがって楽観できる状況にはありません。先ほど申し上げた陽性者の、を発表日ではなくて発症日で見た場合にも、いまだに、1週間ぐらい遡るとですね、ほぼ2桁台の後半か3桁台の前半です。つまりそれが今後1週間10日続くというふうに思わざるを得ないのが、今までの経験から言うとそういうことになりますので、したがって劇的にすぐに下がるということにならないので、ぜひ7日までの間にこれをしっかり下げないと、これを解除できないと思いますので、ぜひ解除したいのでご協力をお願いしたいと思います。今の楽観できる状況ないというのは、解除できるかどうか楽観できる状況じゃないですね。もう一点、その段階的なという部分の話なんですけれども、飲食店への時短要請はその解除したとしてどう継続しようと今検討されていらっしゃいますか。現時点では様々な検討がありますけれども、例えば経路とかですね、その辺を見ながら考えなければいけませんので、飲食店に対する時短要請も含めて段階的な検討の対象になると思いますけれども、飲食店がそうなるのか、あるいはそこの措置が緩和と方向に向かうかについては現時点で申し上げないけれども、申し上げる段階ではないと思います。どうぞ。朝日新聞の梅沢です。先ほどの、転院病床に関することで、99例の方が、医療機関が、転院が必要だと判断した、で10日を超えて転院ができなかったのは1割だというお話。いや、これ17なので約2割ぐらいです。99分の17、失礼いたしました、はい、まずこの数値については、この結果についての知事の評価はどういうような評価なのか教えていただけますか。数字だけ見るとですね、実は思ってたより少なかったというのは正直なところです。全体で昨年の12月から1月にかけて2089人の方が退院基準を満たしているんですけども、その中で転院が望ましいとした人が約100人、99人ですね。これも正直少ないと思ってますし、その中で、10日以上経ってもなかなか転院できなかったような方っていうのは17人しかおられなかったって、これは正直これ相当な要因だと思っていたので、実際に聞いてみると、そんな、もちろん大切なんですけども、そこまでではないということは分かりました。それからその17人についても、転院の難しい原因というのがよく分かる原因がいくつもあるので、つまり単純に受け入れたくないとかですね、単純に、出したくないというのも両方ですけども、そういった問題ではないんだということはよく分かりました。すると病床使用率がなかなかこう思ったように下がっていかない原因の大きな理由として、この転院がなかなか難しいっていう考え方は知事の中ではちょっと変わったっていうことなんですか。そうです、正直もう少し、もちろんこれが主たる要因ではなかったとは思いますけども、それでももう少し大きな原因だったと私は思っていましたので、正直なところですけれども、このぐらいの数だったのかっていうのは感触として、印象として私はそう思いました。すると病床使用率が今も5割を超えて高止まり状態になっている大きな理由ってどういうことなのかなっていうふうに今考え直しているところなんですか。やはり高齢者が一番大きなところだったら、これは考え直してから、これはもう最初から一番大きな要因だと思っていましたので、これはその通りだと思っています。で一部の他の自治体の話を伺うと、その良くなってきたので、今まで本来入るべき人たちが入れなかったものを入れているので、陽性率が上がっているって、そういう病床の占有率が上がっているってところもあるらしいんですけど、うちの場合にはご存知の通り、その必要な方はきちんと公開して、入れない方ってのは大体多くても2桁、今ゼロですけれども、そういった状況ですので、そういった形で増えているだけではありません。あくまでもこれまで入った高齢者の方々、この方々が
その、ね、根っこっていうかその基礎の部分でですね、しばらく退院できない、これが一番大きな状況だろうと思います。あの次に今の現状の認識のことで伺いたいんですけれども、あの先ほど黒岩知事がですね、まあ、あの関西等でその早期解除の要請が出ている、こういう雰囲気については、まあ、恐ろしいというような言い方をしてたんですけれども、あの埼玉県そのものの状況というより、今のこの、関西の動きとかそういう、全体的な状況については、知事はあのどういうふうに捉えていらっしゃいますでしょうか。あの、まあ、あ多分黒岩知事がおっしゃったのを私なりに、まあ、忖度をすればですね、あのその関西の状況とかが恐ろしいというよりも、それがこう全体の流れとして、緩まるような形になると、首都圏においてはより強い影響になるのではないかというふうにおっしゃりたかったんだろうと私は理解をしています。その点においては私も同じであります。あの全体として、日本全体でですね、もちろん感染傾向はどこも大体減少傾向に今あるというふうに思っています。で、これについては歓迎するべきことであるし、ここだけ見れば徐々にですね、どこかの段階で解除を、あの7日かどうかは全然別としてですね、するべきだというのは当然その通りだと思います。ただ先ほど申し上げた通り、我々がより慎重にならなければいけない2つの要素というのは、やっぱり変異株と、それからもう一つはこれからワクチンの接種が行われるということで、その時に今の医療体制と同じ体制が取れるかどうかって分かりません。そこはやはり慎重にさせる十分な理由だと私は思っていますので、そこはあの多分首都圏だけじゃないと思いますけれども、あの強く意識しているところです。あの最後にもう一つ、緊急事態宣言後の話なんですけれども、まあ、先ほどあの毎日さんの質問の中でも現時点で、なかなかはっきり申し上げて、おっしゃることができないということでしたが、あの少なくともあの7日までその県民の方々、事業者の方々が、まあ、感染を一生懸命下げた先に、どういうものが解除される、緩やかになる、あの今要請しているものの中で、あの続くものではなくて、これは少なくともやめられるんではないかっていうのは、どういうイメージがあるのものが終わりですか。あの先ほど申し上げた通り、全ての件について今検討はしています。ただあのこれからまだ2週間約ありますので、そこでの状況を見ながら、どこが効果があったのか、あるいはあのこれからもまだ十分時間がありますので、そこでの状況を慎重に見ながら判断をしなければいけないと思っていますので、どこを続けるにしても、どこを解除するにしても、全ては今テーブルの上にありますけれども、残念ながらこれがとかですね、これはダメだとか、これはいいっていうのを現時点で私として、申し上げるだけの材料がありません。はい、わかりました。ありがとうございました。いかがでしょうか。お疲れ様でした。